さてさて、あの古墳そこかな。あれあれしか見当たらんねんけど、泉小金井塚古墳、ここのはずやけど、どうだろうね。入れる道があれへんねん、うろうろするんだけど。行けるんかね。まあなんか行けそうじゃないけど、雰囲気はこっちから行けそうやけどね。どうなんだろうね。やかましいの、水行きそうじゃないのか。あら、いっぱいなってますね。もう落ちとるがね。あれ、行く道がうまいんだ、これは。これか。すごいことになってんね。うわ、すごい。あ、やってきました。雑草だらけでございますけど、井戸に小金井塚古墳間違いないんだけどね。あら、前方後円94m。これは鍵かかってんの？かかってる？これかかってんの？入れないんですか。残念でございますね。せっかく来たんでございますけど、どこ入れないな。入れそうで入れないね。入れそうで入れませんか。さっぱりやね、これ墳丘、これ公園分の方かね。雑草ばっかりか。何にわからんねん、これじゃ。残念でございますか。入れないんでございますか。あ、向こうか、こうか。あ、反対側入れるのかな。なんかあれじゃないね、道が。こうね、あの反対側ちょっと行ってみようか。可能性あんのかね、反対側。まあこんなこと書いてあるということは入られへんのやろうな。反対側ね、どうだろうね。泉氏さんよ、古代の古墳な、みんなあのどこでも開けてありますね。お宅みたいに閉めてありませんで、ね、な、日本人の文化遺産やから開けなはれ。お、ここ行けるか。開けなはれ、開けなはれ。こうやな。反対側入れんのかね。これ古墳の方やね。古墳の方からでも入られんのかね。雑草でございますか、この辺。入れないね。あら、入れないわ。だんだん遠なってますわ、これね。これ行けば行くほど。おお、ここ道ある。ここから行けないかね。あ、ここやな。なるほど。あれをね、閉めてあるということは、こう手前も、古墳の方も開かんねやろ。
慶長3年の鏡が出たんですよ、ここね。その頃なんか起こそうとしてたんだけど、あら、結局入れないですか。残念ですね。ここやけどね、雑草だらけでございますからね。この辺から入れないの？入れないよ。入れませんか。ここでやってきましたけど、開きませんか。このヤグやね。ああ、まあ入ってもしゃあないな、このヤグは。残念やね。入れませんか。入れませんでしたか。公園部の方はね、入れねえだ、あれ、あっからね。そんな行けるせんと、泉さんよ。ダメですね。これ、古墳見当てで来る人、これがずっと歩いとんだろうかね。こんなやかった。踏み込んどるから。どっちから、こっちから来んの？この辺一帯だけがね、雑草になってね、こんな状況ですよ、ここ。周りは全部ね、開発されてるんだけど、ここだけ。ここの一角だけがね、原野になってます、原野に。いやー、ちょっと中に入ってみたいけど入られんか。残念だからね。まあ形はなんとなく前方公園はわかるけど、こうね、前方部から公園部、なんかいっぱいあそこ立ってるぞ。あ、ここなんか立ってるな。残念でございますか。あれね、あれに、あれで見えんかな。小金塚古墳がね、わかりました。泉小金塚古墳でございました。ここ整備する人のこと昔聞いたんだけどね、全然やってないねんね。鏡にいた頃の話によるとね、整備修復するようなこと言ってありましたけど、それはその時の話だけだったんかね。やりはりませんでしたかね。せっかくなんだからね、やってくれたらいいんやけどね。はい、ありがとうございました。小金塚古墳でございました。残念でございました。はい、ありがとうございました。これ住宅街です、横は。この一帯がね、ずっと原野になってますけどね。ほら、すぐ横住宅街やから。はい、ありがとうございました。